今回で最終パート、ネオネクタリス最終面やっていきましょう。まあ、正確には、表面の最終面っていう感じなんですけどね。だから、裏面でさらに倍の24面あって、さらにね、この表面よりも手強くなった面が24面もあるので、まあ、ぜひともそこら辺は皆さんの目で、そして皆さんの手でやっていただきたいと思います。まあ、本当にね、何度も言うようなんですが、おすすめできる一本なので、まあ、やって損はないゲームだから、ぜひともプレイしていただきたいと、まあ、そういう思いですね。そしてシミュレーション初心者でもすごくやりやすいゲームだし、そして、まあ、上級者でもね、いろんな楽しみ方できるし、そしてなんならシミュレーション初めてだよっていうね、一回もやったことないよっていう方の導入ゲームとしてもすごくよくできたゲームなので、とっつきやすくてシステムも分かりやすくて、だからね、何にしてもすごくおすすめできるゲームなので、まあ、ぜひともプレイしていただきたいなと思います。まあ、中二病的に言えばですね、まあ、ゲーマースキルの見切りというものをね、発動できるから、まあやってね、本当に損はない。まあ、ゲーマーの学校があるとしたら、まあ、必修科目、ね、必須課題と言っても過言ではないゲームなので、まあ、僕が先生だったら必ずこのゲームは入れる。まあ、本当にそれぐらいの古くからある、まあ、素晴らしいゲームなので、まあ、ぜひともプレイしていただきたいなと思います。まあ、ちなみにこの面ね、2ターン目までこのターンまで見てるので、この敵の行動までは全て知ってたということです。うん、でここからが未知ですね。さーて、ワンパンできるかな。ワンパン、おっとできた。ワンパンできたんだったらワンターン早くあっちの工場にたどり着けるかな。おー、ちょっとラグった。ということで、あいつはちょっとドレイパーじゃなくてダーベックを回収しに行きたい。そして敵がどいたことによってドレイパーが一発で走っていくと、意外とね、ドレイパー走ってくるからね。やってると分かると思うんですが、なんかね、こんな距離届かねえだろっていう距離を一気になんかドレイパー走ってくるから怖いんだよね。だから工場を取るときは意外と細心の注意を払って、敵のドレイパーの進路をね、妨害するような感じで行かないと、意外とね、足元救われちゃうので。さーて、ここは一旦モノケロ出してワンターン稼ぐか。ちょっとファクターとドレイパー、ファクターだとなんか攻撃されないイメージがあるからイメージだけでね、まあ、とりあえず出しておきましょう。まあ、こういう感じでやれば大丈夫ではないかな。さあ戻り、おー、戻るんじゃなくて、なんだこの行動は。あれか、いや、これは戻ってるな。よしよしよし、いいぞいいぞ、これはいいぞ。こっちで、あ、ファクター攻撃されなかったじゃあ甘えてさらに盾を出す。お、ちょっと待て、お、やっばーい。いや、だがこれさっきの行動から見ると敵戻るんじゃないかなと思うんだよな。こうしてもこっちにね、基地やばいんじゃないのって敵が判断してくれるんじゃないかなと思います。うん、どうだろうな、どうするかな。ねえ、ここに最終面に来て、ね、ようやくブレナーが仲間に入るので、おー、なんかまたラウト、あ、届いてない。おお、これはいいですね。ブレナーは一発は死なないので、シーカ出して、いやー、ファルコをここにするとファルコに来そうな気がするな。まあブレ、でもこいつがこう来てこいつがこう来られるのが嫌なんですよね。それだったこう、いや、ファルコ犠牲するか。ちょっとブレナーのためにこうしようか。まあ、ファルコはもういてもあまり関係ないからね。おっと、それでもブレナーで来る。やはり来なかった。ダーベックの方に、予想通り。まあ、ワンパンできなかった時の恐れたんですね、敵は。さーて、こっち、ほい、
ブレナ一発食らっちゃったけども、シーカは一旦離そう。これはこの状態にするとやばい。でここのムンクサ出して殺されよう。もう諦めよう、あいつの命は。まあ別にここはこの布陣でも別に構わないんだよな、攻撃されないんだったら。ちょっと待てよ、一旦こうするでしょ。まあもう一ターン粘るっていう手もあったな。もう一ターンそこで粘ったら敵が戻ったんじゃないかな。帰るのは尚早すぎたかもしれないな。で魔獣がね出てくることによって、あこれやばいかも。ドレッパー届いてる、届いてない。じゃあこうして、これはまあこの上に出しておいて、さあってギルモアを撃ちに行くでしょ。でまあこいつはよくてこうするか。これで敵は基地に戻らざるを得ないじゃないか。ほら撃ってみろよ。ギルモアぐらいじゃ殺せないから。お、え、これ届かないんじゃない敵。まさか。あ、届いてない。やはり戻った。予想通りだね。さて、敵の歩兵がいなくなりました。よしよし。これで、もうこちらは、出る必要がないからね。ほい。よし、ダメージ上がった。さあ、上にも行きたいが、ちょっと今の状態だと、やばいので、ちょっと上に逃がしといて、さあ、魔獣が入ってはいるんだが、魔獣魔獣でやると、かなり危険な香り。敵のあれは届いてないね。来い、殺して、まあ、これで敵のワンパンできなければむしろ届かないよねと思ったけど、下からだったら絶対届かないか。ここの位置はこいつなんか変なギルモアが攻撃してくるけど、まあいいでしょう。ハンターだったら多分落ちない。まあ一回で病院送りになっちゃうけどね。まあでもここさえ倒してしまえばもう基地まであっという間だからね。まあでも今回は最後の面だから、基地占領よりは全滅エンドの方がいいかなと思いますし、最後は会場大決戦みたいな、おそっちだったら死なないね。おほほ、来るとは思わなかった。もう狙ってきてるな、シーカーを。シーカー、逃げて。シーカーがそんな狙われると思わなかったな。だがシーカーの方が早いから、敵は、当たってる当たってる。ほら、よし。終わってんじゃないか、こいつ。いないよね。さあ見せてやろう。あーこっちから行くしかないか。ほい。これがバイオ兵器の使い方ってやつさ。さあこいつはもうやばいので、そこまで届いちゃうんだよな。ここに行けばギルモアの攻撃は決まらないのでいいんですけどね。ハンターで攻撃しようかなと思ったけど、ここは一旦ちょっとブレナー戻すしかないので、ブレナー戻して、ここでダメージ受けるのもつまらんので 1,2,3,4 だからここもやばいよね。全部全方位
やばいんだな。一応ハンター戻しといて。くそ、やつが微妙な範囲でいるな。だが入れるな、これは入れる入れる。あ、ちょっと待って。だがガーディンだったらギリギリ届いちゃうな。ガーディンだったらギリギリ届いちゃうか。ちょっと待てよ。このターンはちょっと待つか。慎重に慎重を期してダメージを食らわないように。何？余計なんかこれ余計なんかきつくなってきたか。あ、当たんない当たんないかなとは思ったけど、ガーディンはねモノケロスとかでめちゃくちゃ強いから下手に攻撃しちゃうとあんな感じになっちゃうんですよね。まあ、ガーディンをちょっと誘い出したいな。さてさて、これでどっちに来るかな。ファルコに来そうな気がするけど。ブレナーも出したし、ああシーカーか。ハンターの方に来たか。ハンターの方に来るんだったら魔獣とあそこに入れたかったんですが、ファルコに来るかなと思ってね。そうなるとくぼみに入れてしまうとハンターのね防御力が入らないからファルコ死んじゃうかもなと思って。さあガーディンにダメージを与えるというのはこういうことだ。だがブレナーがいるんだぞこっちには。おいこれですよこれですよ。本当にこれが、もしこいつで攻撃すればと。あとは結構めんどくせえからな、もういっか。あ、そっか、ちょっと待って。上にねジャビー入ってるからね、ジャビーは取りたいんだよな。さあ、あっという間に12対6。工場は空いてるのでまだこちらの戦力が増える予定なんですが、このマジは何やってるんだろう。ようやくもうちょっと動いてくれないかな。いけるか一人だったらいけるか。さあ、大穴があると。ちょっと待って、うんやつが分かんない。死んだら死んだで違えてましょう。こっちにいるからさ、カウントしね。で、それを出していけば、まあ3巻ぐらいあれば少し一応倒れてみましょうか。敵を狙えるうちに一気さあ、マジでこっちも進め。なんならここら辺でゲームつけてもいいぐらいなんだが、どうすれば。もう落としてみようかそうなるんだったらもう結果は分かってるな。動かないかな、もう。どうだ、マジは動きそうないもんね。あともうちょっと下に行ってくれればモノケロスの範囲に入るからいいんだけど、入ってくれよ。 OK、 18対6、3倍の兵力。さあ、3倍の兵力を持って、これはもうこのやつを殺す感じで行くと。ここはねちょっとラビットが死ぬ可能性があるので山嵐の方で我慢していこう。さあ、今のブレナーから、はい、 OK、 終わってるな。はい、終わっている。ハンターちょっとダメージ出ちゃう。ラグラグしてる。ちょっとね、やつにダメージを与えるのはまだ危ないといったところなので、まあちょっと取ったかな。まあいっかも、他は他はいらないよ。まああとはもう本当に急ぎ足でバーッとやって山嵐をそのために出したんですよ。まあ、最後のところ魔獣は魔獣 VS 魔獣とかで出せんだけかな。じゃあ最初は、またブレナーで一発 OK。 ハンター5、よし、
スナビが出たぜ。マジバスマジバスみたいなの。そろそろ海に帰って。これ乗せると、乗せると戻りそうな気がするな。これ見て戻りそうな気がするな。マジのとこ来てほしいな。あ、ちょっとマジ当たってる。やべ、こっちのマジの死ぬ可能性がある。マジの背中を見せるときが来てるか。今これぐらいで死なないけど、うわ7人まで減ってしまっている。これはまずい。やられる可能性が高い。おお、いっ、おっと棚出た。オッケー、あぶねえ、死ぬところだった。いや、情けない計算ミスをしてしまったのにな。まあ、怪獣大決戦で勝負決めたからな。だから、ちょっとわざと直そうか。まあ、殺さないやつ殺すことはもちろんできたんですが、わざと殺さない。見せたいか。遊びたいかね。もういらない、考えたらいらない。うん、ブレナーちょっとやべえな。ブレナーも、見事にする。ちょっとカウンターがしてると、これだな。見事に、あの3人ですか。こんだけしたらこっち来るじゃん。ビームロボット。じゃあマジマジバサスマジがまた入れるかもしれん。ブレナー出してで、ハンター出して、ラップルはね結構使えるから、ラップルと出してマルコだけ。いや、ラビットさあもうナメプに入ってますが、考えるな。何を考える必要があるんだ。もうサレンダーしてもいいぐらいの。おーっと、え、そっち、めんどくさいんですけど。ちょっと待って、だったら先に解除するまで。 OK、 ここが解除できれば、あ、でもダメだって言って、ちょっと届いてねえぞ。ジャミーもうちょっといい位置に来るやつ。分かったんだって。この真っ赤だったらやるんか。そっちはやばいじゃんか。今度2歩下まで。さすがにブレナーの攻撃一発じゃないでしょう。攻撃しなかった。なるほど、じゃあほい、腰の何やるな。ほい、うん、あれ、むしろ外に入ってましたね。最後の基地にね。よしよし、これで敵を貼り付けて、で最終決戦といきたい構えかな。はい、よしよしよし、これでマージンが近づいてるでしょ。マージンが近づいてるでしょ。まあ、この4人で十分でしょう。さあ、最後の1体。まずは、ファルコ。ちょっと、見て、あ、届いてね。届いてね。ファルコが死んじゃう。ちょっとダメージを与えとこう。さあ、ブレナー対マジ。あ、これワンパンしてるかもしれん。マジュバーサスマジュで決めたかったんだ。おお、死ななかった。よしよしよし。これハンターとか行っちゃうと死んじゃうから。まあ、多分敵は攻撃してこないか、ファルコに攻撃するだけなので、オッケー。理想の終わり方。あ、もっと囲むよ、よかったな。どっちも999。これが魔獣だ。これこそがバイオ兵器だ。ねえ、バイオ兵器入ると余裕だからね。終わるとこんな感じでね、一番最初の形態に戻る。2099年11月10日、君が率いる連合軍特殊部隊は火星にある外地軍本部を制圧し、バイオ兵器のコアを破壊することに成功した。ここに戦争は終結したのだ。圧倒的に不利な状況の中で果敢に戦って成功を収めた君の活躍は、歴史と人々の心の中に永遠に刻み込まれることだろう。おめでとう。全ての任務は完了した。
さあ、いかがだったでしょうか、ネオネクタリス。本当にね、何度も言うようなんですが、素晴らしい一本なので、ぜひともね、やっていただきたい作品になっております。まあ僕のね、実況を見ていただいてる方とかだったら少しわかるかもしれないんですが、僕はね、全ジャンルをやってまして、で、さらに、古くからだったら、まあスーパーカセットビジョンからやってますので、まあ、そこからやって、おそらく、タイトルも自分がやったタイトルの中で点数をつけるんだったら一番点数が高いソフトなので、まあ、それぐらい本当にこのゲームは素晴らしいゲームなので、まあ、そこまでね、そこまでのゲーマーが言うんだったら一度やってみようかと思っていただけたら本当に幸いです。まあハドソンがね亡くなっちゃってちょっとねもう続編っていう感じではないですけども、まあ、この意思をね誰かが受け継いで新しいゲームを作っていただけたらなと僕は切に願っております。そしてこのゲーム一作目のネクタリスも完全収録されているので、まあすごくお得ですよね。まあ最近だったらレイマンレジェンドでレイマンオリジンが全部入ってたのがすごく驚いたんですが、まあ、このゲームもねネクタリス全部入ってますので、まあ、そちらやったことない方もねそちらの方で楽しんでネオネクタリスに行くというのもねいいし、まあ、逆にネオネクタリスをやった後にネクタリスをやってみるっていうのも、まあ、本当にねやれるゲームなんで、うん、まあ、この時点で、まあ、最初のねネクタリスの1989年に出たネクタリスの時点で、まあ、シミュレーションゲームが完成していると言っても本当に過言ではないので、まあ、ぜひともここからシミュレーションをね始めていただけたらいいかなと思います。それではこれまでのご視聴ありがとうございました。また次回作でもお会いできたら幸いです。